キャメロン・ロック・ベドローシアンは、アメリカ合衆国、ジョージア州、コーエタンシノイア出身のプロ野球選手、ウト右ミギウチ。MLB のオークランドアスレチックス所属。愛称は、ベドロック。父のスティーブも元メジャーリーガーで、1987年にサイヤング賞を受賞している。2010年の MLB ドラフト1巡目で、ロサンゼルス・エンゼルスから指名され、プロ入り。 契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグエンゼルスでプロデビュー。5試合に登板して0勝2敗、防御率4.50、10奪三振を記録した。2011年はトミー・ジョン手術を受け、全球した。2012年は A 級シーダー・ラピッツ・カーネルズでプレーし、21試合に先発登板して3勝11敗、防御率6.31。 48奪三振を記録した。2013年からはリリーフに転向。この年は A 級バーリントンビーズと A 級インランドエンパイアシックスティシクサーズでプレイし、2球団合計で44試合に登板して1勝5敗、7セーブ、防御率4.57、78奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。 2014年は A 級インランドエンパイアで開幕を迎え A 級アーカンソートラベラーズを経て6月3日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは17試合に登板して0勝1敗、防御率6.52、20奪三振を記録した。 2015年は34試合に登板して1勝0敗防御率5.4034奪三振を記録した。2016年7月10日2016年8月2日のオークランドアスレチックス戦でメジャー初セーブを挙げたが右腕の脇の部分に決戦ができたため翌3日を最後に戦列を離れた。この年は45試合に登板して2勝0敗1セーブ 防御率1.12、51奪三振を記録した。2017年8月20日2017年シーズン序盤はクローザーを務めていたが、2週間で3セーブを挙げた。ところで故障者リストに入った。6月17日に復帰した。8月9日には、クローザーの座から退いた。シーズンでは、防御率4.43で6勝5敗で6セーブを挙げ、計、 9は10.7だった。2018年は71登板で64回を投げて57奪三振、防御率3.80で5勝4敗を挙げ、1セーブを記録した。2019年は前年の登板から調子そのままに高騰を続け、59登板で防御率3.23を記録し、チームの方針でオープナーとして7先発も記録した。 2020年オフの10月30日にマイナー契約となり、同日中に FA となった。2021年2月16日にシンシナティレッツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月29日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。だが、開幕後は6試合に登板して、 防御率11.12と打ち込まれたため4月17日にリーフ19日にマイナー契約となった。その後4月21日に FA となった。2021年4月30日にオークランドアスレチックスとマイナー契約を結び参加の AAA 級ラスベガスアビエーターズへ配属された。5月21日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 速球とスライダーのコンビネーションで投げるパワーピッチャー。速球はフォーシームが多いがカッター軌道やツーシームも交えて軌道が同じにならないようにしている。課題はスライダーの制球。ありがとうございます。